ビョルンビルコラは、ノルウェー、フィンマルク県、アルタ出身の元スキージャンプ選手、ノルディック複合選手、サッカー選手。スキージャンプで1960年代後半から70年代に、かけ、活躍。1970年代前半には、サッカー選手としても活躍した。1966年、自国のオスロで開催された、ノルディックスキー世界選手権で90メートル級。 70メートル級の2冠に輝いた。この大会はホルメン高連大会を兼ねていたが、翌1967年も優勝、ホルメン高連大会に連覇を記録した。1966から1967シーズンからジャンプ週間3連覇。これは史上唯一の記録でジャンプ週間で通算10勝は、 イエンス・バイス・フロックと並ぶ体記録である。ビルコラはスキーフライングで世界記録を3回更新している。1966年、ビケルスーンで146メートルを記録。1969年にプラニツァで156メートル、160メートルを記録した。オリンピックには3度出場。1964年、インスブルックオリンピックは90メートル級で16位。 ノルディック複合で11位だった。1968年のグルノーブルオリンピックで7 0ル級4位、9 0ル級23位となった。1972年の札幌オリンピックでは9 0ル級37位に終わった。このシーズンを最後に現役を引退した。また、ノルウェー選手権で合計8度優勝している。 1968年にその業績に対し、ホルメンコーレンメダルを受賞した。一方、1971年から本格的に、サッカーをはじめ、ローゼンボリビー系のフォワードとして、活躍。1971年に、チームは、カップセントリーグ戦を共に制止2冠を達成した。この年にビルコラは、イジバーグスエレスプリスを受賞した。 サッカーは1974年までプレーした。ありがとうございます。